京阪3000系電車は2008年10月19日に営業運転を開始した京阪電気鉄道の優等列車用の電車である。2008年10月に快速急行用車両として登場したが、現在は主に特急で8000系と共に運行されている。2013年に運用を終了した特急専用車初代3000系特別するため2台目3000系。 新3000系などとも呼ばれる。愛称は、コンフォートサルーン。投入前に試運転中の3000系2008年10月19日の中野島線開業に合わせて、同線に直通する快速急行に使用する車両として、川崎重工業で8両編成6本が製造された。2007年4月11日に、車両の新造が発表され、2008年4月15日に、 形式、塗装、車内などの詳細が発表された。同年6月から9月にかけて3001回から3006回の6本が落成し、中野島線が開業した10月19日に営業運転が開始された。車両デザインは GK デザイン総研広島が担当した。車両全体のデザインコンセプトは文化、風情の香りに現代的感覚を融合させた。 風流の今用であるため、先頭車の前面は、花鳥風月をイメージした、円弧状になっている。また、車内にも円弧状のデザインを取り入れている。構え体は6000系以降の軽半標準の中空王型押し出し形材を用いた、アルミニウム合金製のダブルスキン構造である、川崎重工業のフェイスが前体を初めて採用しており、一部においては、 接合に摩擦角半接合を用いている箇所がある。京阪線の両開き扉車としては1650型以来の戸袋窓が本系列で設けられた。車体図色は上半分が紺下半分が白、帯が銀で、水と大阪とともに京のの連夜や伝統と格式をイメージさせる紺色に白と銀色を加えることで、都市のきらめきや石底における川の流れを感じさせるものになった。 種別、行き先表示器は、京阪の車両で初めて、フルカラー LED 式が採用されたほか、京阪線系統の車両で唯一、シングルアーム式パンタグラフを装備する。冷房装置は、能力 24.2kW の集約分散式を、屋根上に2機搭載している。主回路は1万系と同一の東洋電気製造製、イベット阻止にレベル VVVF インバータ制御であり、 起動加速度も1万系と同一の時速 2.8kmS である。8両編成時の電動車と付随車の構成は 3M5T である。先頭車には車輪の空転を防ぐ増粘着剤噴射装置、運転状況記録装置。ヘッドライトはもともと全編成でシールドビームであったが2016年までに全編成とも1万3000系と同じタイプの LED に変更された。2017年には、全編成の正面デザインに変更が加えられた。正面貫通扉部分のガラスが、下方に拡大され、液晶ディスプレイと装飾。これに伴い正面中央の貫通扉部分にあった、車両番号と京阪ロゴが左右にそれぞれ移設されている。最初に改造が実施された3003回は、同年8月4日から、 営業運転に入っている。同年9月15日までに6編成すべての正面デザインの変更が完了したことで、翌日の9月16日に貫通扉部分に新設された液晶ディスプレイ及び装飾灯の使用が開始されており、液晶ディスプレイには特急運用時に京阪特急電灯のハトマークを快速特急運用時にこれまでの相性版に変わって、 楽ラク,ラクの愛称がそれぞれ表示され、装飾灯は、快速特急運用時に使用される。2017年12月頃から、快速特急の種別表示が、快速特急、楽ラク,ラクになり、行き先表示が、大阪市内では、三条、出町流が、京都三条、京都出町流になり、京都市内では、淀屋橋、中野島が、大阪淀屋橋、大阪中野島になる。 正面デザイン変更後、快速特急、楽ラク,ラク運用につく際は、ハトマークの代わりに、楽ラク,ラク装飾を掲出する。2019年7月21日から8月12日までの期間限定で、液晶ディスプレイの使用時には、通常のハトマーク及び、楽ラク,ラク表示に、花火のアニメーションが加えられている。3000系車内。座席は横1列プラス2列配置座席は、 ラッシュ時の立席スペース確保と換算時の軽半換、直通客を中心とした着席サービスを両立させるために、客用ドア間は横にプラス1、配列転換クロスシート、車端部はロングシート、運転席後部は横にプラス2、配列転換クロスシートが採用されている。また、座席の表地には、通れ性のスエード調マイクロファイバー素材、XN を、 鉄道車両として初採用したほか、転換クロスシート部にはタグも設置されている。横にプラス1配列の採用により、クロスシート部分においても2プラス2配列の倍近い 916.5mm の通路幅を確保し、立石スペースに余裕を持たせている。立石客のために吊り革も設置されており、 座席においても一人当たりの座席幅が 450mm から 470mm と従来の車両よりも拡大された。なお、客用、ドア付近の吊り革は、軽半独自の跳ね上げ式ではなく、他事業者の車両でも見られる一般的なものである。車内案内表示装置として、軽半の車両で初めて液晶ディスプレイを各客用、ドア上部に一箇所設置された。 自粛案内やドアの開閉方向などを知らせるほか、朝日新聞社、共同通信社提供のニュースも流れる。また、扉開閉予告等も各客用ドアに1箇所ずつ設置するほか、非常通報装置を併設した車椅子スペースも設置されている。客用ドア及び貫通扉部分には濃い木目調パネルが使われている。車両間の貫通扉はセンサー式の自動ドアで、 8000系例番台同様に取っ手を握ると開く仕組みになっている。実際には取っ手を握る位置に手を置くと貫通扉柱に埋め込まれた装置から照射される光が遮られるため機械が反応して扉が開く。自動音量調整機能付き自動放送装置を搭載しており、快速特急落学、特急、快速急行、通勤階級運用においては日本語と、 英語アナウンスによる情報提供を実施する。この放送前には、向井や実る作曲のジングルが流れる。営業運転開始当初は、すべての自動放送前にジングルが流れたが、2009年以降は、始発、終点と昼間の一部と、朝方の始発、終点以外の放送で、ジングルカットがなされている。クロスシート部分は、 扉横の座席を含むすべての座席が転換できる構造となっており、両中間部の乗降口は扉のすぐ近くには仕切り板がある。扉横の座席も足元のスペースを確保する必要があるため、乗降の妨げにならないように、ここを付近に立つスペースがない。天井は、何年基準改正に対応して冷房吹き出し口や蛍光灯カバーの材質が見直され、 後者は樹脂に代わって、グラスファイバーを採用した。2018年6月9日頃から順次、車内灯 LED に変更。車内つまめに検出される、車両番号、落成年次、製造メーカー、禁煙ピクトグラム、後者番号表示は、東日本旅客鉄道209系などと同様に、すべて1枚のシールにまとめている。中野島線開業直後の2代目3000。 京本系列の導入当初は、中野島線、中野島で町柳間の快速急行通勤階級を主体に運用されており、早朝深夜の一部運用では、特急、急行準急普通運用として天満橋、淀谷橋間にも入線していた。当時の2008年10月19日改定時点の、ダイヤでは一部の特急列車にも使用されたほか、 平日の朝ラッシュ時から昼間時への移行期と夕ラッシュ時に区間休行でも運用されていた。2009年9月12日のダイヤ改定以後は従来一般3、扉車で運転されていた平日夜間の上り特急6本が新たに3000系の運用となった。これに伴い従来3000系で運転されていた夜間の快速休行6往復12本が一般産、 扉車の運転に差し替えられ、21時台の快速急行については、運転区間をクズの浜でに短縮されている。なお、下り特急での定期運用は設定されていなかった。また、区間急行は平日朝の日本に運用されていた。2011年5月28日のダイヤ改定からは、昼間の快速急行が特急に変更されたため、 昼間の特急でも運用されるようになり、以後特急車8000系を保管する役目を担う。また、中野島線への入線は平日ラッシュ時のみになっている。また、同改定以後は一部の朝ラッシュ時の特急にも運用されるようになったため、新たに女性専用車両ステッカーが貼られた。2013年のダイヤ改定後、平日夕方ラッシュ時の中野島線への乗り入れが一旦廃止された。 ど、休日ダイヤにおいては、下りの快速急行がすべて淀屋橋行きとなり、夜間に統計列の運用があった。2016年3月19日のダイヤ改定で、統計列の通勤階級、快速急行の運用が、さらに削減され、ど、休日ダイヤにおいては、快速急行の運用は、完全に廃止された。平日は、通勤階級は一列車のみとなり、快速急行は、 夕方の中野島発クズの廃棄のみとなった。一方で、クズの葉発中野島行きの準急で、夕方の中野島線乗り入れが再開された。また、統計列としては初めて、通勤準急の定期運用が設定された。度、休日ダイヤにおいては、もっぱら特急が中心となり、一部の休行準急区間休行普通などにおいて運用された。 2017年2月25日のダイヤ改定より、すべての快速特急の運用が、春秋の降落期の土休日を除いて、8000系から統計列に変更された。2017年8月20日のダイヤ改定では、京阪電気鉄道の列車運行図表によれば、平日の通勤階級、快速急行については、各一本のみで運用されている。また、中島線への入線は、 平日はさらし主事の4列車のみとなっている。平日はこのほか快速特急、特急、急行、準急区間急行、普通にて運用されている。一方、土休日ダイヤにおいてはほぼすべてが、淀屋橋発着で、快速特急、特急、急行、準急普通において運用されている。2018年9月15日のダイヤ改定で、 土休日のみ快速特急の使用車両が8000系に戻されることになり、本系列は平日ダイヤに限り使われることになった。平日朝については、通勤階級の運用は消滅した一方、快速急行一本に運用されることになった。また、平日夕方の快速急行運用が消滅したことにより、2008年の中野島線開業以来、続いてきた。 本系列による中野島発着の優等列車の運用は消滅し、本系列による中野島線直通運用は平日朝と土休日深夜の区間急行と普通のみとなった。同時に快速急行についても寝屋川始発の一本のみとなった。正月ダイヤで急行として運用されている二代目3000系電車臨時運転の特急や、 快速急行が運転されない正月ダイヤ時の一部、特急、急行、準急にも運用されていた。2008年10月19日の営業運転初日には6本中5本が通常運用として、主に快速急行の運用についたほか、残りの予備編成1本も中間車を1両抜いた7両編成で、中野島発開業初列車として使用された。正月ダイヤでは、 快速急行は運休し、代わりに特急、急行運用を中心に充当されている。一般の営業運転の2009年10月18日には寝屋川車両基地で開催されるファミリーレールフェアに1 2歳以下の子供と保護者らを輸送する特別列車のファミリーレールフェア号に3003が5両編成に蘇生されて運用された。なお、 会場内には3001回が展示された。同年11月14日には、中野島駅でローレル賞の受賞式が行われ、記念電車が鉄道ともの会会員を乗せ、中野島駅寝屋川車庫間で運転された。同年の京都市美術館並びに、国立国際美術館での ルーブル美術館展開催期間中は、一編成の両端車両でそれぞれ異なるデザインの円形ヘッドマークを掲げて運行していた。2010年7月7日には、片野線、木載地駅で開催される、平方方の片野七夕伝説、織姫と、彦星の出会いのイベント用臨時列車、織姫として、3001階が4両編成に短縮されて、同線で運用された。 2014年の秋の特別ダイヤでは、京阪電車としては初めてとなる、淀ド橋始発の快速急行が、快速特急、ラクラクで、穴が開く特急ダイヤに組み込まれる形での運行され、ほとんどの運行で統計式が使用されていた。この措置は2015年の春、秋の特別ダイヤでも行われていた。2016年3月19日のダイヤ改定で、 この淀屋橋始発の快速急行が、快速特急ともども定期列車となり、夕方の出町柳発も設定されたが、本系列は、当該の快速急行の運用からは外れた。2017年3月18日から4月9日の、土休日とゴールデンウィーク期間中には本形式を使用した淀ド橋発出町流域臨時快速特急。 2017年10月7日から11月26日の土休日にも本系列を使用した淀屋橋八シ発出潮流域臨時快速特急、ラクラク、出町柳発中野島域臨時特急が運行された。2018年1月1日から3日までの正月ダイヤでは本系列が初めて8000系とともに快速特急、ラクラクに使用された。 2018年3月31日から5月6日の土休日にも本形式を使用した淀屋橋発出潮流域臨時快速特急、ラクラク、出町柳発中野島域臨時特急が運行された。2018年7月14日から16日の夕方に淀屋橋発三上業,業の臨時快速特急、ラクラクが運転されたが、 使用車両が従来の8000系から本系列に変更された。2018年11月3日から25日の土休日に本系列を利用した淀屋橋、発出町流域臨時快速特急、ラクラク、根屋川市発出町流域臨時快速急号、出町柳発中野島行き臨時特急が運行された。同年9月15日のダイヤ改正により、 本系列が中野島に乗り入れる優等種別の運用はこれに限るようになった。2019年1月1日から3日までの正月ダイヤでは前年と同じく8000系とともに快速特急、楽ラ楽クラクに使用された。2019年3月30日から4月7日の度、休日とゴールデンウィーク期間中に本系列を利用した淀屋橋、発出町流域臨時快速特急。 楽楽、根屋川市端出町流域臨時快速急行、出町柳発中野島駅臨時特急が運行された。2020年4月1日現在、登場時、本系列は、出町柳方から4両目の中間車を抜いた7両編成、同5両目から7両目までの中間車3両を抜いた5両編成、同4両目から7両目までの中間車4両を抜いた4両編成を、 蘇生しての運用が可能であった。片野線、宇治線での試運転などでは、4両編成や5両編成に蘇生されたことがある。しかし、2013年から2014年にかけて、3004回から3006回については、出町柳法から3両目と4両目の間、同7両目と8両目の間の連結器を交換する固定編成化工事が行われ、 中間車を抜いての運用ができなくなった。2021年1月、出町や川から6両目に、新造した、プレミアムカーが組み込まれる予定である。機関車、トーマス号のラッピングとなった3006回。写真では、特急として運用中びわこ疎水の名所の、風景イメージをデザインしたラッピングが施された3003回2013年3月2日から2014年3月23日まで。 機関車トーマスと仲間たちのラッピングが3006回に実施された。しかし3006回がラッピング期間中に定期検査を迎え運用を離脱したため、残りの期間は3001回にラッピングが施されていた。2016年8月から2017年3月下旬まで、ビワコ疎水観光キャンペーン、ビワコ疎水水と歴史の道巡りの一環として、 琵琶湖疎水の名所の風景イメージをデザインしたラッピングが3003回に実施された。2018年7月10日、K 班が8000系に連結しているプレミアムカーを3000系にも展開する調整に入ったと報じられた。2018年11月8日、K 班は3000系へのプレミアムカー導入を正式に発表した。車体は8000系のプレミアムカーと同じ位置 扉車である。2019年6月14日、2019年度設備投資計画において3000系のプレミアムカー新造に着工すると発表した。2020年5月に3000系のプレミアムカーを2021年1月から導入することを発表した。2021年1月31日のダイヤ変更からサービスが開始される予定である。 3 0 0 0系プレミアムカーでは AGC が開発する服装ガラスの相関に行き先表示器を内蔵したインフォーバーウィンドウシリーズバータイプを鉄道車両としては初めて導入し車内の案内表示器にも採用ありがとうございます